新型コロナウイルスについて、県と奈良市は今日5人の死亡と新たに1577人の感染を確認したと発表しました。曜日ごとの新規感染者の数です。今日新たに確認された感染者は1577人前の週の水曜日を400人程度下回ったものの、高止まりの傾向が続いています。 また70代から90代までの男女合わせて5人の死亡が確認されました県内の病床使用率です重症対応病床で39%などとなっています